それでどうなったの？見たこともないひどい嵐の日、大地がひび割れ、ジャパインの人たちは方々に逃げていきました。誰も何が起きたかさっぱりわかりません。ジャパインの大きなかけらはバラバラになって、しまいには島になったのです。すると島は南東の風に運ばれて、ゆらゆらと漂流し始めます。流れていった後に今のジブラルタル海峡ができました。それから人々は離れ離れになっても一緒に暮らしたあの場所を忘れたくないと思うようになりました。こうして半島では有名な植物学者がカシの木の根を植木鉢に植え、大切に育てました。何年もかかってやっと記憶にあるような盆栽になりました。島に移った女の人たちはというと、懐かしい光と色を思い出せるように着物に花の模様を描いたのです。これは今でも伝わっています。お花？他には？新しくできた崖の割れ目からギターが見つかりましたが、弦が3本切れていました。ところが弦を張り替えられないので3本の弦で演奏するようになりました。こうして生まれたのが三味線。また海の向こうの半島ではヘルテの谷に桜の木を植えて、春になると島中に咲くあの満開の桜を思い出したのです。西風に運ばれた島はようやく日出ずるところにたどり着いて、今では日本と呼ばれるようになりました。でも今でもご飯の時にはお米が2つの国をつないでいるのよ。離れていてもお互いが分かり合える言葉があってね、センスがその言葉なのよ。どう？このお話面白いお話だね。あったわ。レオのお父さんが子供の頃に遊んだものよ。